これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうか。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけだ。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部。だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト！ほっとけ！王の墓所ってまた危険な場所なんじゃない？黒い服のお兄ちゃんたち怖い。ほら、人を悪く言うもんじゃない。あとどのくらい？もうすぐよ。将軍は討伐作戦の責を問われ、
処刑されると発表しました。レイブス将軍は教員式の襲撃事件後に将軍へ就任。巨神討伐作戦を指揮した後、ルシス駐屯軍を率いてルシス国内の治安回復に努めていました。しかし水神討伐作戦では帝国軍の飛空艇を含む多数の兵器と兵を失い、大きな損害が生じました。ルナフリーナ様、ダメそうだな。まだ見つからねえってな。せっかくお顔が見られたのに。食堂車に行かないか。気になる女の子見たいだけなんじゃない。違うって、お腹が空いたんだよ。カルタナ使って何かあったか。さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。鉱山の探検かい？ここで準備してってくれ。またよろしくな。いらっしゃい。大した品はないけど、何でも買っておいき。またどうぞ。エレベーターで降りた先、鉱山なんだって。お墓ってその先なのかな。二人は食堂に行ったよ。あれ、列車ホテルって言うんだって。そろそろ行くのか。自分で何とかする。
安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。足は悪いぞ、転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。無理すんなよ、イグニス。何か邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなく、墓はこの下か。イグニス、足元。血が塞がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。
これでいけそうかも。動かせるか。これか。おい、止まってんぞ。なんで。こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。おい、ちょっと待て、王様。分かってるよ。走んなよ。ラディオ。
去れ。よっ。ザッ。ラビオ。さっさと行くぞ。何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は？起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。見て、コードは繋がってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。わかってるし。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。
った気遣えって。おい、このまま行って王の墓に入れんのか。なんだよ顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前旅を続けられんのか。続けるよ。俺が何言ったって続けなきゃなんねえんだろ、王様は。ああ、その通りだ。だがな、分かってんならちっとはしっかりしろ。空いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。言ってねえし。ここなんか匂う。イグニス、滑んないようにね。場所だね。なのんきに構えんな。なにこれ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。やべえやつ。キリキリするんだけど。
て。試させてくれ。ふおりゃ、うん、でっ聞いてるか、聞いてるか、あれじゃねえか、でっこれならいけるか。ありがとう。死ぬかと思ったよ。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。you
さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが面倒見らんねえって話じゃねえ。なら決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。もうご乗車になりますか？あ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。